で日中はシャツ1枚でも大丈夫そうです。暑がりの人は半袖でもいけるかな。これはヨーヨーですか。これからあなたの愛、私の写真は私の命か豊か。皆さんこちらも午前中ほど日差しがたっぷり、空気が乾いてお洗濯に良さそうです。気温は24度くらいです。そうですね、結局回数に関して言えば、これ、特に10企業で、ほぼその、減税額のですね、8割ぐらいが占めてるわけです。で、今度、実はと中小企業とかベンチャーにとって不利な制度なんですね。で、こういうのを廃止するのはいいと思います。ですので、そしてこれ、あ、これはこれ、小麦粉に加える水の量が。詳しい天気です。関東地方、伊豆諸島北部は日中晴れるでしょう。伊豆諸島南部と小笠原諸島では曇りや雨となりそうです。3時間ごとの天気、水戸から埼玉です。日中は各地ともよく晴れるでしょう。夜は少し雲が広がりやすくなりそうです。銚子から小笠原諸島です。日中は広い範囲で晴れるでしょう。夜は雲が多くなりそうです。小笠原諸島では昼過ぎまで雨が降ったりやんだりでしょう。気温の様子です。この時間は16度から19度くらいとなっています。日中の予想最高気温です。昨日と同じくらいでしょう。22度から20度。